マタニティマークマタニティマークとは、妊産婦を表す日本のピクトグラムのこと。特に妊産婦自らが身につけ、妊産婦であることを示すためのマークを指す。外見からは判別しにくい、妊娠初期の妊産婦に対する理解を得ることを主眼としている。マタニティマークは、上記の趣旨に沿ってデザインされたものに対する総称であり、地方自治体や民間団体などによって様々な、 デザインのものが存在するが、全国的には2006年に厚生労働省によってデザインが制定されたものが普及している。中国、上海地下鉄の愛心線座表示山手線導入予定の E235 系車両の優先席表示。右側に小さくマタ、ま、ニティマークが表示されている。日本の公共交通機関における優先席制度は、 1973年に日本国有鉄道で始まったシルバーシートが最初であるが、これに習って導入した私鉄や公営交通も含め、当初は高齢者及び身体障害者の優先席として運用されていた。その後1990年代に入ると、シルバーシートの名称は高齢者専用の優先席であるかのような印象を与えると指摘されるとともに、ヨーロッパでは、 公共交通機関の優先席について、高齢者に限定することはなく、優先席には、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児童反射などのピクトグラムが掲示されている事例が紹介された。1997年に、JR 東日本は、シルバーシートを優先席に解消するとともに、対象者として、高齢者、障害者、妊産婦、 入用自動反射などを明示し、それに合わせたピクトグラムの掲示を実施した。これに追随する形で、他の多くの交通事業者も優先席の運用方法を改め、公共交通機関における妊産婦への配慮が一般化した。しかし、妊娠初期は外見上で妊産婦であることが分かりにくく、周囲の理解を得られにくいという声が上がり、1999年に、 フリーライターの村松淳子が妊娠初期に妊産婦であることを示すためのマークとしてベビーに ME を発表した。公式サイトによれば日本初、世界初のマタニティマークとされている。これを契機として妊娠初期の妊産婦に対する配慮の必要性が知られることとなり、地方自治体や民間団体などによって様々なマタニティマークが作成されることとなった。 その一方で、取り組みを行う、地域、団体によって異なるデザインのマタニティマークが存在し、全国的な認知度が上がらないため、統一したデザインの策定を求める声が上がるようになり、2006年に厚生労働省によるマタニティマークが制定されるに至った。2006年、厚生労働省雇用均等。 児童家庭局母子保健課が事務局を務める、すこやか親子21推進検討会において、マタニティマークのデザインが公募により決定された。ピンクのハート型の地に母子のイラストが描かれ、お腹に赤ちゃんがいますの一文を添えたものである。厚生労働省制定のマタニティマークは、地方公共団体や公共交通機関、職場や飲食店などの民間企業が幅広く、 活用できるよう、デザインの著作権は厚生労働省に帰属し、利用は無料とされている。厚生労働省の公式サイトからダウンロードして自由に使うことができる。なお、厚生労働省制定のマタニティマークの使用に当たってはデザインの変更は禁じられている。また、営利目的の使用や商品の品質や安全性を示すために使用することも禁止されている。 マタニティマークを使用した場合は、厚生労働省雇用均等、児童家庭局母子保険課に使用報告書を提出する必要がある。妊婦自らが身につけるバジットして、カバンにつけられるストラップ、キーホルダー型のものが発行されている。各自治体の窓口で母子手帳とともに交付されたり、JR や大手施設の使用駅などで無料配布されている。また、 2019年からは、席譲ります。マークという、妊婦以外の人々が、妊婦に席を譲る、意思表示をするために身につけるタグも、個人の手によって配布されている。このタグには、席譲ります。声かけてくださいとの表示がある。ありがとうございます。